ラトモチャンネル。かすみひつ。いやもというわけでね、毎週お送りしてるかすみにつ、かすみちゃんをね、毎週見たい皆さん、おばんかた、こんにちは。はじめまして。はじめましてはおかしいな。うん。というわけで、かすみちゃんがね、ちょっとお休みなんで、代わりにかすみにつならぬ、こたみにつをお届けしようかなと思ってね、急遽動画をね、回してるんだけど、かすみちゃん、さすが、毎週、アナウンサー職をやってるだけあって3分ジャストでね、喋るんだけど、俺も一応、ラジオパーソナリティをやってるわけなんでね、3分ジャストで話してやってと思ってんだけど、何の話すっかなと思って、かすみちゃんいつもそんな感じですって、こう連呼してね、終わるんだけど、俺はこう、何の喋っかなと思った時に、たまげました。娘新しく生まれましたっていうネタは、まあ、いろんなところでね、喋ったし、あとはテレビの影響未だにありますっていうのね、テレビの裏側動画をやったんだけど、まあ、YouTube で改めて娘生まれた話してなかったから、その話をすっかなと、今日は思ってね、喋ってます。で、ちょっといいジンバル買ったんで、今そのジンバル試しのドリでこうちょっとね、手で持ってやってんだけど、8月8日に、おぬまけ第3子、娘が誕生しました。やい、握手やりました。もうね、天使はここにいたんだっていうぐらいね、これは可愛い。まあ、毎日ね、まだ血のみごなんで、こう、おにゃおにゃって泣いてね、ミルクちょうだいとか、あと、おむつ替えてとかはあるんだけど、まあ、息子がね、もう6歳。で、娘が、もう4歳に間もなくなる頃でね、この赤ん坊を抱く、なんつうのかな、こう、小ささといい、軽さといい、か弱さっていうのか、やっぱこう改めてね、こう子供ら守ってやっべっていう気持ちね、こう再確認させられた日でした。で、ちょっとね、ラジオ聞いてくれてる方はあれなんですけど、ラジオでも喋ったんだけどね、約何日だ ?4 日5日ぐらい、娘がね、家に帰ってきて、お盆休みも兼ねてちょっとゆっくりさせてもらったんだけど、非常に充実した時間を送ることができました。で、お名前の発表をね、まだツイッターとかでもう、パルルの動画でね、しただけなんですけど、改めて、おぬまけ第3子、娘の名前は、うたと申します。うたちゃん。今ね、ワンピースフィルムレッドもやっててね、ちょうどこう、時期的な名前なんだけど、そんなことはなくきちんと考えてね、意味のある名前にしました。というわけでね、数5人だったおぬまけ、そして、一番下の娘、うたちゃんを今後とも応援よろしくお願いします。それではまた来週、やんのかな、俺。